あなたの心に火を灯す東洋思想及び神道研究家の羽賀光です今回は2月の11日建国記念日の真実とその日にやるべきことについてお伝えさせていただきます2月の11日は建国記念日です私たちはこの日を絶対に忘れてはいけませんなぜ忘れてはいけないのかその理由はこの動画の中でお伝えしていきますが 1>, 1年間の始まりというのはいろんな見方があって一つは1月1日のお正月ですで運命学占い的にはこの2021年は2月の3日が立春この日が1年間のスタートでした その昔、日本人が使っていた、太陰太陽暦という、月と太陽を中心とする暦においては、この2021年は2月の12日がスタートにあたります。これ中国では春節といって、アジア圏内においてはこの春節、旧正月が結構重要視されたりします。そして、日本と日本という単位においては、この2月の11日が、明治時代は紀元節と言っておりまして、1年間の始まりです。 で、ちょうど、この2021年は、後期2681年と言いまして、日本が建国してから2681年目にあたります。これ、世界でダントツナンバーワンの歴史、長さを誇っております。ナンバーツーは、どこの国かご存知でしょうかデンマークです。デンマークで何年かと言いますと、1120年。つまりは日本は倍以上の歴史がある。これは、 誇るるべきこととであると私は考えておりますただね、サバ読んでんじゃねえのっていう説もあって、この説に関しては私もそう思っておりますが、一つ事実としているのは、一つの王朝を中心としながら、ずっと末永く平和が保たれている国としては、日本は世界でもナンバーワン、歴史を誇る国だと考えております。で、 その日本の始まりとされているのが2月の11日で明治では紀元節だった。で、これ四大節といって、要は四つの節目。これは重要なお祭りですよっていう四つの祭りがあった。で、それは一つ目は四方杯と言い,いまして、これお正月です。天皇陛下が東、西、北、南という風うにして四方向の神様に拝み、祈る。もう一つが天朝節。天皇の誕生日です。そして、 明治節と言いまして、これ明治天皇の誕生日です。で、いつからこの紀元節が定められたかと言いますと、これが明治時代からなんですが、なんで2月の11日になったのかということです。で、これは日本書紀の記述を元にしています。日本書紀の中にこういう記述がある。カノトの鳥年春正月。まこれ1月のことです。で、カノエのたつの日が 昨日であったと。これ新月のことなんですけども、昔は新月が1日だった。新月がかのえのたつの日でしたよって,ってその日に天皇が即位されましたよ。柏原宮。柏原神宮というところで神武天皇が即位されましたよと書いてるんですね。で、明治時代のそういった暦の学者さんがずっと暦を遡っていって、 カノトのト年のお正月でカノ年の立つっていつかなって言ったら2月の11日に当たったっていうところから2月の11日が非源説として定められたということです。で、なんでこれカノトのト年なのかってこと。で、これは中国の思想を影響を受けてるんじゃないのかっていう説があって、どうもカノトのトっていうのは革命的な出来事が起こりやすい。まあ、神武天皇が一体何をしたのかと言いますと、当時、 いろんな民族であったり、いろんな国があった。一つの統一した王朝を作ったんじゃないのか。革命的な出来事です。そういった出来事って、カノットの取り出しって起こりやすいよねっていうところがあったからということです。で、そもそも、神武天皇って一体何者なのかっていうことをご存じない方のために、ざっくり話をしますと、なぜ天皇がすごいのか。それは、 日本の神話古事記であったり日本書紀をひも解きますと要はアマテラス大神からの直径だということなんです。でアメノオシホミミみのコトという神様がいらっしゃるんですがその子のニニギのミコが天孫降臨といって高天原からずっと降りてきた。 で降りてくる時にユニワの稲穂というまあ稲ですねお米を携えて降りてきたということですでその子供が法理の御事と言いましてこれ別名山幸彦と言いますでおそらく浦島太郎竜宮城に行って戻ってきたっていう昔話はこの法理の御事山幸彦の御事が竜宮城に行って帰ってきたよっていう神話が元になってるでその子が宇賀屋吹き合えずの御事でさらにその子が 彦コ・ホホデミの御事と言いまして、この彦コ・ホホデミの御事が、奈良県にございます、柏原宮で統一王朝を作った。そして、神武天皇になりましたということです。神武天皇は当然初代天皇なんですが、そこから126代目の天皇がこの令和の時代の天皇ということで、そういった日本国っていうのが作られた日なんですよ、記念日なんですよっていうのが2月の11日なんです。 ただ、その昔は日本建国の日としての起源説だったんですが、今はこの建国記念日っていうのは日本は戦争で負けた。占領された。で、起源説なくされたんです。ただ、日本建国の精神とか、我々日本人なんだよねっていうことを忘れてはいけない。そのために自民党の議員さんたちが、 9回も法案を通すことに失敗しながら、なんとか1966年に建国記念日という日を作りましたってことなんですね。そこには野党の反対であったり、アメリカの圧力もあったりして、建国記念日ってなかなかなかったんです。でも、なんとかして、その日本建国の精神忘れちゃいけない。私たちは日本人であるということを忘れちゃいけない。そのためにこの建国記念日を作ろうとした人たちの思いがあるっていうことなんですね。で、 私たちはこうやって日本語で会話をしている。で、この日本語のルーツっていうのも非常に古い歴史、長い歴史があるんじゃないのかと言われています。ね。なんか小学校とか中学校とかではね、歴史の教科書を見たりすると漢字の影響を受けて日本語できたとか言ったりするんですけども、いや、漢字よりも先に日本語の原型となるものはあったんですよ。稲とか、 言葉とか、筆とか、男とか、女とか、私たちが当たり前に使っているような文字っていうのとか、音の響きっていうのは使っていた。それに漢字を当てはめたりとかして、今の日本語になっているわけなんですが、要はそういった歴史がある国なんですよっていうことを言いたい。人間っていうのは、つながりの中で存在することができるものです。お父さんがいる。お母さんがいる。おじいちゃんがいる。おばあちゃんがいる。そして、 私たちを支える大地がある。太陽がある。月がある。星々がある。友達がいる。学校がある。会社がある。様々なつながりがあって単独で存在しているわけではありません。人間っていうのはつながりの存在です。で、私たちはこの日本国があって、 こその自分だというこことなんですねこういう言い方をするとなんか右翼的だという風うにして思われる方もいらっしゃるかもしれませんがこれ当たり前のことです。ね。日本があっての我々なんです。で、自分とそういったつながりがあるもののことって愛した方が良くないですかね。国を愛するっていうのは自分を愛することにもつながってくる。で、その私たちとつながりたくたるところの日本っていうのはずっと歴史があるわけなんですよ。 記憶があるわけなんですよ。で、その記憶があるよねって、私たちって日本人なんだよねっていうことを思い出すべき日が、この建国記念日だってことなんです。この神社チャンネルの理念の一つっていうのは、あなたの心に火を灯す。見てるだけで、熱くなれるような、暖かくなれるような、そういった動画をお届けしたいと思っております。でも、なんで人間は暖かくなれるか、熱くなれるかって言ったら、そういった自分とつながりたるものを愛してるからこそなんですよ。 ね。だから、日本国のことを愛す。そして、日本国民がどうすればもっと幸せになるかなとか、良くなるかなとか、そういった自分とつながりたるものを愛し、そしてどうすれば自分とつながっているものがより良くなるかっていうことを考えていく。それが自分の幸せっていうものにもつながってくるんじゃないのかなと思います。だから2月11日は、日本国民であるっていうことを感謝し、そして、日本国の癒やさかを祈る。 そういう日にしていただきたいということなんです。で、具体的に何をすればいいのか。できれば神社参拝するといいですね。でも、神社ちょっと行くのはっていう方は、例えば、ぜひ、お祈りをしていただきたい。じゃあ、どういうお祈りをすればいいのかと言いますと、君が代。で、これはかつての神社チャンネルの動画で、君が代とは祈りの言葉であるということをお伝えさせていただきました。そう。君が代っていうのは、祈りとのようなものです。 そして、左右対称形に作られている。そして、その言葉っていうのは古代ヘブライ語でも解釈できる。そして、ずっと幸せにす末長く、日本国民の幸せが続きますように。そういった祈りの思いが込められた歌でございます。君が代をノリトとして唱えてもらっても構いません。もしくは実際に天津ツノリトを創上してもらっても構いません。それがね、あの、日本国のことを思いながら、 天津の糸を創造してもらっても構いません。そういった日本国の癒やさかを祈るということをぜひしていただきたいと思います。少し余談ですが、この神武天皇が即位された柏原神宮。私、いろんな神社、全国つつうらうら参拝させてもらってますが、むちゃくちゃ好きな神社のうちの一つです。まあ、こういう方するとあれなんですけども、神主さんの対応がまず素晴らしくいい。っていうのと、いつ行っても気が素晴らしくいいです。 クリアなエネルギーでございます。クリアなエネルギー感を感じることができます。まあ、ぜひね、奈良県にお越しの際、近畿県にお越しの際は、この柏原神宮という神社は非常におすすめですので、ぜひ参拝していただければと思います。今回は、建国記念日を忘れてはいけない。そして建国記念日にやるべきことについてお伝えさせていただきました。あなたの開運をお祈りしております。はがひかりでした。